sign up for our platinum plan today. Yes, your life is worth it. 9999. Trump teeth. Don't forget, you're worth it. Allez dans l'autre bord de la salle là. Y'a pas de nous. よーシーザー、ゆりかごやらおむつの準備は平気なのか？予定日は明日だ。時間はある。よーライノ、忙しそうだな。次は私が倒してやる番だからね。見てな。時の人じゃないか。ビー、よくやったな。ビクター、ここで何してる？決まってるだろう。今年最高の試合を見に来たんだ。みんな大盛り上がりしてるぞ。いいか、がっかりさせるなよ。目の錯覚かと思ったら、双子たちじゃないか。元気にしてたか。双子じゃない。俺は一人だ。まあ、あれからも変わりなくやってるよ。気持ち悪い。ねえ、次は何だ？何って、そんなのタイトルマッチに決まってるだろ。最後の相手はレイザーヒューズ。聞いたことあるか？ないな。シェービングジェルがスポンサーか。何言ってんだ。あいつはヘビー級を3回も制してる王者だぞ。あいつは一流企業のスポンサーがついてるスターだから、こんなところに来るとは思わなかったが、事務所の話だといい PR になるんだそうだ。レイザーはまだストリートのルーツを忘れてないってことをファンに見せつけたいわけだな。勝ち目はあるのか？いい質問だ。B、お前も相当なやり手だが、あいつはマシンさ。炭素繊維、チタン製骨格、水圧式関節、どれも一流生物工学者による調整を受けてる。ビクターなら戦い方のコツを教えてくれるかもな。だが正直言って勝てる見込みは少ない。でもまあ、その方がいいのかもしれん。どうせレイザーが勝つってんなら、エディを稼ぐ方法を考えないか？行ってみろ。ここじゃまずい。人が多すぎる。向こうに行こう。
これから言うことは二人だけの秘密だ。いいな。大げさだな。いいからなんだよ。なあ、B。スポーツは公平であるべきだが、人生は必ずしもそうじゃない。そうだろ？レイザーのマネージャーは、とにかくあいつをリングで暴れ回させて、その活躍をファンに見せつけたがってる。つまり、パンチを控えて、たまにはガードをし損ない。あとは大の字でおねんねすりゃいい。いくらだ？たっぷりだ。勝つより稼げる。俺を金で買おうとはな。そういう話はお断りだ。残念だが仕方ない。負けてもやられ損だぞ。さあ、怪しまれる前にリングに戻ろう。ねえ、ちょっと話せない？すぐ終わるから。何の話だ？それがそのレイザーのことなの。前にお父さんが戦ったんだ。ずっと前、レイザーが新人の頃にね。3ラウンド目に倒れて、審判が試合を止めたけど、レイザーはやめなくて、その後3分もお父さんを殴り続けた。命こそ助かったけど。気の毒にな。それからどうなった？別に、それだけよ。私たち家族はもうおしまいってだけ。ただレイザーに罰を受けさせてほしいの。お父さんみたいな目に遭わせてほしい。ああ、俺に任せておけ。ありがとう。幸運を祈ってる。よし、二人とも戦う準備はいいか？1ラウンドだ。え？1ラウンドだけで、お前は俺の足にキスして助けを請うことだ。とにかく始めようか。いつでも。よし。ナイトシティ市民の皆さん、次は本日の目玉、ヘビー級タイトルマッチ。お待ちかね、今夜の対戦カードはレイザーヒューズ VS ビーッ。皆さん拍手を。両者コーナーに。おい B、 試合前の気分はどうだ？悪くない。むしゃぶるいしてる。ボクシングってのは度胸が大事だ。でもまあ気持ちだけじゃレイザーみたいな相手に勝つのは難しい。どういう意味だ？あいつはまさに戦車だ。ナノ繊維のリアルスキンに衝撃吸収剤、ハンマーで頭をぶん殴ったとしても微動だにしないだろう。テンション上がってきた。待てよ、まだ終わってない。奴には弱点がある。1週間前に腹筋を交換したんだが、まだ本調子じゃないんだ。そこを狙えばきっとダメージが入る。ありがとうビク、覚えておく。ゴングを鳴らすぞ。いいな。ああ、いいぜ。始めよう。それでは試合開始。腹だ！腹を狙え！はい。ここまで試合終了。
ーヒューズのものにチャンピオン誕生だ。いいパンチの的だった。人間サンドバッグになって金でも稼いだらどうだ。うちの天井からぶら下げて動かなくなるまで続きをやってもいいんだぜ。どうだろうな。ずっとこんな話を聞かされるんだったらお断りだ。おい、二人とも試合は終わりだぞ。 B、 ちょっと来てくれ、話がある。分かってくれてよかった。ほら、約束通りの金だ。言われた通り、いい仕事をしただろう。でもあのレイザーってやつ、クズ野郎だな。違いない。でもあいつにだって守らなきゃいけない立場があるんだよ。あまり気にするな。結局のところ大切なのは金だ。それならたっぷりあるだろう。いくらだ。たっぷりだ。勝つより稼げる。分かった、やるよ。思ってた通り頭が冴えるな。さあ、怪しまれる前にリングに戻ろう。いいぜ。始めよう。それでは試合開始。与えつ
ちゃやられるぞ。おい B、 試合前の気分はどうだ。正直ひどい気分さ。確かにタフな相手だからな。でも無敵なやつはいない。あいつだってそうだ。どういう意味だ。あいつはまさに戦車だ。ナノ繊維のリアルスキンに衝撃吸収剤、ハンマーで頭をぶん殴ったとしても微動だにしないだろう。テンション上がってきた。待てよ、まだ終わってない。やつには弱点がある。1週間前に腹筋を交換したんだが、まだ本調子じゃないんだそこを狙えばきっとダメージが入る。ありがとうビク、覚えておく。ゴングを鳴らすぞリーダー。ああ、いいぜ始めよう。それでは試合開始。B のものにチャンピオン誕生だ。これで終わりだと思うか。俺から逃げられるとは思うなよ。やめといた方がいい。もう一回負けるのは耐えられないだろう。いや、負けは認めねえ。明日でも来年でもいい。絶対に再戦だ。いいな。じゃあそれまでしっかりトレーニングするんだな。約束と話が違うだろ。やってくれたな。うるせえな。俺の負けだよ。よくやったぞ B。 そりゃいいコーチがいたからな。やめるってどういうことか。全部打ち切るってんのか。
事しろ。おめでとう、よくやった。おめでとう、やったな。やっぱりな、俺に勝てたんだ。誰にだって勝てるさ。これぞボクシングだね。親父の話は全部作り話だったのかよ。ごめん、何の話かわからない。もう行かなきゃ。まんまと騙された。